やっほー。やっほー、こんにちは。かわいい？嬉しい。巻きました。かわいい感じ。あ、クオトロいるの？予行練習受ける？ 予行練習受ける？今日のメイク大人っぽい。本当？イェーイ。服は？ピンク、ここになんか真珠みたいなのがついてます。ギフトありがとう。ヨツン今日もバリかわいい。嬉しい。ありがとう。どこの綺麗なお姉さんかと思ったよ。ゲルン。ピースの人差し指と中指の角度が広い。これ？ どこを見とるん？ 面白い。巻き髪。あ、受験さん、ありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。そう、今日はね、ちょっとこの後用事があるので。ありがとう。そう、でも5時からね、ちょっとマイカの公演があるので、55分には終わりたいと思います。そう、昨日ね、夜更かししたんよ。そう、夜更かしして、楽しみなことがね、メールに書いた、朝メールに書いた楽しみなことが一個なくなって 急遽なくなって、そう、えーんってなってて、で今から気を取り直して、そう、アメーナがお花畑したよ。誰か、誰か、今日も美人さんね、嬉しい、ありがとうございます。嬉しゅうございます。ありがとう。で、昨日夜に歌唱力をね、見てたんですよ。リオ、前回出た第5回の歌唱力を見てて、録画してるから見て、で、ずっと見てたんですよ。流しながら筋トレとかのルーティンしたり、こう見てて、見始めました。初めて着るお洋服？もともと持ってたけど、みんなの前で着るのは初めてかも。今の可愛いリオツインスタ載せて。撮ったら。載 せようかな。あ、梅干しだ。来月から再びプラメ撮るね。え？今月撮ってないの？
じゃあ、え、でもまだ14日だから今月取れるよ今月いけるよ。まだまだ、だって4月になってあと半分あるから、今月もいけるよ。そう、楽しみにしてたことがなくなって、でピエンってなって、でなんか急に歌唱力見たくなってなんかファイナリストライブとか決勝とかを録画してたのを見てて、歌唱力見始めたら最後まで見てて夜更かしした。そう、4時ぐらいまで起きとった気がする夜中の、夜中、もう夜中というか朝朝って感じ。今日マキマキした？うん、した。気分的に。ギフトありがとう。そうだよ、メーナはね、なぜか配信が始まったらね、お花畑をするんですよどういう原理？そう、りょうつんが夢に出たから一日気分がいい。そうなの？な、どんな夢だった？どんな夢だったの？そう、いろいろ見てました。ギフトありがとう。確かにもう朝、自分のところだけ見たんじゃないんだ。うん、自分以外のところを見ました、全部、最初から最後までそう、夜更かししちゃった。ピンク似合う？嬉しい。あ、ほら、ありがとう。そうなんです、50分になったら男女読むね。皆様、今日何か違いに気づきますか？皆さんこう全体を見て、全体、うん、まあ見てリオ、何か気づきますか？こう何年かぶりにした、あるしたことがあるんですけど気づく？いつもと違うところ、いつも以上に可愛い嬉しい、そう言ってくれて。今日はなんかゆる巻きになってるゆる巻きだ。何年かぶり？洗顔？いや、洗顔毎日しとるよしてなかったらもう肌がやばいよ。いつもより頬骨が張ってる？どういうこと？いつも通りの高さです髪染めたの？染めてないでしょ？え？染めてるように見える？おもろい。染めてないよ。え、染めてるように見えるのかな？見える？何色に見える？目って、あ、正解はカラコン入れました。何年かぶりに。見える？見えてるかな？そう、でももう久しぶりすぎてちょっとまばたき多め今日リオね、あんまカラコン入れても入れんくても変わらんのんですよ。しかもなんか黒目大きくなるけど、もともと茶色だから目の色が、そうだからあんまりその色とかは変わらないけど、カラコン入れました。カラコンウィング
なんか目の色を変えるんだったら、もうグレーとかしかないかも、入れるの。それかもう真っ黒みたいな。逆に。逆に真っ黒みたいな。髪が三つ編み。あ、そう。ちょ、地味に、この横をね、編んでるけど、下手だし、気づかない。わかんなかった？そう、自然なカラコン、今日は。そう、アクターズの、発表会とかでも使ってたやつ。そう、アクターズの発表会はもう毎回カラコン入れてて。無料。カラコン苦手なんですよ。前はね。今はすごい普通だけど、苦手で。その時の出してきた系さ、もう腐ってるかもしれん、このカラコン。触覚なくなった？あるよ？見て。触覚あるよ。ちゃんと存在してます。見えてない？触覚。消えてる？リップ？リップはね、いつもと一緒。すごい！カラコンって気づいてる人いる。すか。嬉しい。歯磨いた？いつもより歯白い？いつも磨いてますよ。毎日。そう。朝パンを食べたってウケる。顎がシャープになった。え、嬉しい！何年かぶりに。おもろい。紫色に見えてる？リオの髪の毛が？大丈夫？ちょっと。ちょっと、心配。そう。カラコンリンク、外、あなたに。ね、リオね、目はいいんですよ。A で。目は、超いいから。コンタクトは入れないんですよ。もうずっと裸眼なので、もうコンタクト入れたことない。要するにアクターズの時の発表会の時はカラコンをしてました。そう、アクターズの子たちほぼみんなカラコンしてる。ウィーク？そう。ほら、ありがとう。今日なんかおめでたい日なの？ううん。この後用事があるから、そう、おめかししました。でもどうですか？入れたらちょっと変わるかな？雰囲気変わる？ちょっとだけ。どうなんじゃろう。そう、もともと目ん玉はね、茶色いから。小学生の時もカラコンしてたってこと？うん。アクターズの子たちみんなカラコンするからね。コンタクトしてないよ。目いいから。キラーン。シルクケースあるじゃん。C みたいなやつ。あれさ、めっちゃちっちゃいやつまで見える。それつけると視力どうなるの？良くなるの？うん。銅入ってないから。ただのカラコンなので。カラコンとコンタクトは違うからね。これはカラコン。マジで美少女？嬉しい。でもカラコンしたのも本当に何年ぶりって感じ。そのアクターズの時は、自分で入れるの怖すぎて、マーナに入れてもらってたんだけど、今日、ね、めっちゃ久しぶりに、カラコンつけようってなって、自分で入れたんですよ、初めて。初めて自分で入れれました。試験さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。ほっぺがシュッとした？嬉しい。そう、目はいいです。キラララーン。そう、いつもは何も入れてない。STU で
何にも何も入れたくないです。いつもは裸眼。カラコンって視力矯正じゃないの？どういうこと？コンタクトは度が入ってるでしょ？その目がね、悪い人が多分度が入ってて目が良くなるけど、カラコンは度がないのもあるんですよ。度が入ってるのもあるけど、度がないのもあって、ただその目を大きくしたり色を変えたりっていう、度が入ってないカラコンもあるから、リオは目がいいので度が入ってないやつ。目はいいし顔もいいから嬉しい。でもリオにとっては目に良くないだけになるんですけど、カラコンはね、ボソボソ目がいいから。目がいいから他のレーンにいるとこ見えちゃう？もちろん、もう遠くの方まで見えてます。誰がどこを見ているのか目の向き、顔、表情いろいろ見えてます。そう、このカラコンはね、サッシーさんのカラコンです。何年前に買ったカラコン？え、もう本当に昔、本当に昔。いい色だしよく似合ってる、嬉しい。サッシーさんがプロデュースされてるカラコンを今入れている、まあ、いろんな種類の持ってるけど、サッシーさんのカラコンはすごい自然で可愛い。でも全部もう腐ってる、昔すぎてしけんさんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。そう、リフトありがとう。うん、イーグル食べてみたいです。あ、作ってみてで本当にみんなに食べてほしいぐらい美味しいから。カラコンは何回使えるの？なんかその一回使い捨てと、こうなんかワンデーと、こう使い回しのがあって、リオはワンデーを使ってるから、もう一回入れたら取ったら捨てる、一回限り。試験さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。そうなんです、インスタフォローしてありがとう、嬉しい。使用期限どうなんじゃろうわかんない書いてないけど、うんでもほんまに昔のほんまにめっちゃ昔のだけど、そう。ケンさんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。フォローしてください。かわいい、嬉しい。ちょっと柄が入ってる、見えるかな。めっちゃまばたき多くなるカラコン入れとると。そうなんです。でね、今日も自分で巻きました。今日も巻いて編みたらししてみました。この横をね、襟を編み込みがあんま分かんなくて、そうだから、でもなんか適当にやったちょっと汚いけど、
そう。かわいいですか皆さん。かわいい？てかさ、このさ、この時期、その、半袖なのか長袖なのかわかんない時期ってさ、何の服を着たらいいかわかんなくて、さっき、なんか、もう真冬の、なんか、白いモコモコの分厚いニットみたいなのを着ようと思って、可愛いなと思って、なんか、何着たらいいかわかんなくて。ねえ、リオがそれを着てたら、マーナに叫ばれて、それは冬よみたいな。真冬よみたいな。暑すぎるけみたいな言われて、あ、そうみたいな。別に暑くてもいいけど、ね。今日暑いけって言われて、それ真冬じゃけみたいな。真冬の服を着ようとしてました。一応さ、これもニットで、なんか中が、なんか、モコモコみたいな。やつ。そう。でも可愛いからね。可愛い服着たいので。リオツの顔マジで好き。え、嬉しい。ラウ。なんか桜も終わるのに、それは雪の日みたいな言われて。あ、そっか。ってなって。残念。で、スカートも、あ、これ可愛いじゃんと思って履いて、履いとったら、マーナに、それも真冬よって言われて。今日真冬コーデしようとしてました。もう4月なのに、上下真冬みたいな。毛布みたいなスカート。そう、ムキムキ。自分でできるのすごい。え、嬉しい。褒めてくれて。すごてん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 くかわいい嬉しいすごーくかわいい嬉しいね今日あったかいインスタやってるの知らなかったフォローした嬉しいそうインスタやってるんです最近始まりましたそう真冬の叫ばれたね今の時期何着たらいいか分かんない半袖はさ多分まだ早いけどさ中間があんまなくって持ってる服がそう暑いより可愛いが優先そりゃそうそりゃそうあやばいあと20あと20分で間違えたあと2分で壇上そう一人だけね季節感が違う人になるからリオツンは暑いに耐えるか寒いに耐えるかどっち？絶対寒い。もう暑いの大嫌い、リオ。本当に、もうストレスでしかない。だから夏嫌いなんですよ。だってさ、暑かったらさ、どんなにさ、脱いでも裸になっても暑いじゃないですか、暑いものは。でも寒かったら、もう重ね着すればするほど、なんか毛布とか巻けば巻くほど暖かくなるから、もう夏は本当に嫌い。そう、暑いの嫌いですよ。しかも、汗っかきだから。そう、汗っかきなんですよ。だから、この前、ある撮影があって、なんか、なんか、スタジオみたいなとこで撮ったんですけど、暖房がついてたんですよね。暖房がついてて、で、そのカメラマスとか、カメラマンさんとか他のスタッフさんはちょうどいいみたいな感じだったんですけどリオ撮影してて途中でもうダラ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 汗が流れてきてでなんかメイクさんがえどうしたみたいになってもう何もしてないんですよただ撮影をしているもうね何も踊ってもないしただ撮影してるだけなのにもう汗かきすぎてもうサウナ状態一人だけ他の人はもう普通なのに、サウナ状態で、でも撮影なのにめっちゃ汗かいて、もうティッシュで抑えないとみたいな感じだったから、みんなびっくりして、で冷房つけてもらって、
リオのために冷房つけてもらって、で、なんかスタッフさんとかカメラマンさん、寒いみたいになりながら、リオはもう涼しくて、ちょうどよくて、そう。っていう、本当にリオはね、すぐ汗かくんですよ。あ、50分になっちゃった。ストーリーにリアクションがどうしてもできない。ストーリーはね、ハートしか、いいね、いいねしか作れない。まあ調べたんですけど、ちょっとその話もしたいけど、ちょっと時間がないので壇上を読みます。ギフトありがとう。あ、そう、インスタのストーリーハイライト、なんかとりあえず全部ハイライトしようと思って熱いの好き？好きじゃないよ、リオ大っ嫌い。ほら、ありがとう。そう、メイクはね、無事でした。確かにね、仕事に戻ります。ありがとう。お仕事なの？頑張って。ギフトもみんなありがとうございます。それではちょっと壇上を読みますね。ごめんね。13位、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。12位、ゆうさ48さん、ありがとうございます。11位、シャガーラピーさん、ありがとうございます。10位、しゅうさん、ありがとうございます。9位、ひいらぎさん、ありがとうございます。8位、ももたろうさん、ありがとうございます。7位、すずかさん、ありがとうございます。6位、ドーグラスさん、ありがとうございます。6位、あれ？5位、コズミンさん、ありがとうございます。4位、福山のタコさん、ありがとうございます。3位、日傘のタッキーさん、ありがとうございます。2位、リオシーさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 ルルパン、ゆずきちさん、ありがとうございます。初見さんもありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと岡村リオです。ぜひフォローしてください。ありがとう。ありがとうございます。ごめんね、ちょっとあんま配信できなかったけど、明日はね、朝配信かもしれない。明日もお仕事があって、ゆずきちさん、ありがとうございます。みんなスクショタイム欲しいですか？あ、うん、ちょっとおめかしした。おめかしリオツン、確かにカラコン、久しぶりのカラコンリオツンありがとう。じゃあもういろいろポーズしていくから撮ってね。1 2 3 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 1 2 3
下はね、ちょっと黒のスカートです。でもちょっとメーナの毛がすごい。あ、ツンツン。はい、終わり。それでは終わりたいと思います。皆様、ゲリラだったのに来てくれてありがとうございました。明日は朝配信の予定です。これから用事ちょっと行ってきたいと思います。メールは遅れたら送ります。それではバイツーン。またねー。バイバーイ。